国旗を手に、ソ連軍の戦車の前に立ちはだかるリトアニア市民、ビリニュースのテレビ塔近くに立つ事件の記念秘訣の日曜日事件とは、ソ連末期の1991年1月、独立運動が高まるリトアニアにソ連軍が侵攻し、リトアニアの民間人が死傷した事件を指す。欧米メディアが地の日曜日と報じたことから、日本でも地の日曜日事件と呼ばれるようになった。 しかし、リトアニアではこの名称は知られておらず、1月事件、あるいは1月13日事件と呼ばれる。第二次世界大戦前、リトアニアは独立国であったものの、1940年にラトビア、エストニアと共にソ連に併合された。戦後、独立運動は抑圧されてきたものの、1980年代後半からゴルバチョフによって開始された、ペレストロイカ、 グラスの市地のもと、独立回復を求める国民の声が高まった。1988年6月には、民族戦線であるサユギスが結成され、1990年3月には、リトアニア共和国がソ連からの独立を宣言するに、至った。こうした動きは、連邦維持を主張するソ連共産党の保守派や軍部を刺激した。1991年1月12日の夜、 ソ連軍部隊の戦車がビジニュースの重要拠点の選挙に向かった。これに対してリトアニアの市民は最高会議の建物やテレビ塔の周りに集まり人間の盾を作った。戦車がテレビ塔に到着した後13日早朝にソ連兵がテレビ塔を守ろうとしていた非武装の民間人に発砲。13人が殺害され他に現場に居合わせた一人が 心臓発作を起こして死亡した。その他、一部のソ連兵が同じソ連兵に発砲し、兵士一人が死亡した。1月15日、犠牲者の国葬が行われた。この事件が契機となり、リトアニア政府は態度を降下、リトアニア独立革命へとつながっていく。現在、事件現場となったテレビ塔の近くに記念碑が建てられている。事件時に、 ソ連軍戦車部隊にいたユーリー・メギが2014年3月、リトアニアで逮捕された。2013年6月に逮捕許可が出ていたことを知らずに、カリーニングラードから買い物などのため何度か、リトアニア入りしていたという。早期釈放を求めるロシアに対して、リトアニアは人道に対する罪に、事項はないと主張し、対立が続いている。ありがとうございます。